え本日は、えー、内視鏡の際にですね、えー、見る、えー、薬、プラザキさんについて説明します。プラザキさんとは、えー、非弁膜症、えー、性の、えー、心房細動患者における虚血、えー、性脳、脳卒中、でしたねすません脳卒中および、えー、全身性の卒栓、えー、症の発症の抑制に使われるものですね。何かというと、直接的にトロンビンを阻害する。 でこれ危険なのが、えー、腎障害ある人だったら、えー、例えばクレアチニンクリアランスですねこれが30未満だと腎臓を介して排除される薬剤ですやつ薬剤ってどういうふうに排除されるかって結構いい肝臓でえー、まあはうんと除去されるもの腎除去まあちょっと除去っていう言い方が正しいのかわかんないんですけどまあ腎 腎臓によって排除されるあとは肝臓によって分解されて排除されるいろいろあるんです腎障害ある人に対して腎臓で排除される薬を入れると血中濃度が高くなるえつまり腎臓の機能がうまく動いていないのに、えー、無理やりね、あのー、出そうと腎臓からさせるんですけど、まあ、腎臓の機能がないんでもう血中濃度が高くなっちゃうじゃあこれ直接的にトロンビン阻害するんで超危険ですね要は直接的にトロンビンを阻害しちゃうのでプラザーキサ ね、プラザキサさんは、えー、血液をサラサラにするんです超血液サラサラにするでその中で腎臓で排除できなくなる血液中に濃度高くなったら血液超サラサラ例えばじゃあ内視鏡で治療しましたクリップかけましたちょっとクリップかけ方強くて血が出ます血がサラサラ止まんない止まんない危険ですよね なので、こういったプラザキサという薬を飲んでいるか飲んでいないかそして腎障害があるのかどうかこういったのがすごい重要ですねあとはトロンビンの活性の中心に選択的過逆的に結合して直接阻害するそれがプラザキサというお薬ですので、まあ、例えば胃カメラの前にこういったプラザキサを飲んでいるのか。 そしたら治療するかどうか基本的にはドクターの判断なんですがこういったお薬があるっていうのを覚えておくとですね例えば透析されている患者さんでもプラザキサを飲んでたらえなんでってなりますよね。直接的にトロンビンを消すんで例えば透析患者さんに対して血栓がちょっとでき始めてちゃんとにね血栓ができ始めてるからワッファン使うとそういうのはプラザキサ使うとなっとる うわー出血結構高いなな注意しなきゃ、まあ、基本的にはドクターの判断なんででもコメディカルとしてもこういったとこをチェックするのが大事だと思います。今日は以上